ンフライより短かったよね。ナイスナイス、横下ナイス。あのサードフライ、あれ俺ピッチャー変わったよ。ピッチャー変わったよ、ピッチャー変わったよ。ピッチャー変わったよ。すげえ速そうだよ。ピッチャー変わったの？はい、よかったよかった。何が変わった？よし、勝つぞ。鈴木さんが終わってたから。じゃあそれ前の、前の回で。あ、そうだね。ゲーサーですか。そうだ。じゃあ、ゲキちゃん一発かましてやれよ。ねえ、もうね。4が5、5が1になります。はい。4が3でいかなかった。4が3でいかなかった。サード。サード。これ勝ったよね。いや、何回か走ろうとしてるから。やってはいたんですよ。だからついてていいよって言って。ちょっと一歩ぐらいは。一回走りましょうね。歩かなきゃいけない。そうそうそう。見せないだけじゃない。見せないだけから。あれってピューってきたら。それだけじゃない。プレーボールになったことだけじゃない。キサさんついといてねって言ったら、ずっとついてなかったらどうしようかな。でも、鈴木さんみたいなタイプの。あっちゃったんじゃないですか。球超重いじゃん。超バシッと。なんか、セーフだと意外なしだ。意外なしだ。でも鈴木さんもやる気ないのって、あれだいぶ前だと思う。分かんねえから、指導さんです。お、師匠。そうね、前の文字じゃないか。でも、あれ、ワンバウンドって打っちゃったもんね。そうっすね。あれはすごい。だいぶ前で打ってたよ。キクちゃん、もうフルスイングでもう3つ振ってこない。もう。キクちゃん、頼むよ、キクちゃん。先頭大事だよ、先頭。この回。ボールなんて見なくていいから、カンカン振ってこい。結局行こうや。力もあるから。追加点ね。そうだよ、それだよ、それだよ。いやよ、あんたはよく言ってるね。まだセーフティーリーチローかと思ったですよね。知ってるよ、綺麗に走りやってたらいいな。家とか行ったら違う。違う。野球やってたな。10点ないとさ、ダバッとできないね。そうね、10点ないとね。10点差あると楽しくなってくる。ただ、あの、ライト。1点差ぐらいとさ、車が来るときもあるね。そう、ライトレフト狙って。あそこに、どれだけで持っていくかですね。あとは彼ね。おっ、はい、走れ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 。あれダメだな、なんでキクちゃんみんなから文句言われるんだろうね。俺はいいと思うけどね。めちゃ文句ねえじゃん。誰が一番文句言ってんの。一番言っても誰だ。一番言ってんの誰よ。いや、悪くなかったよ。悪くない、悪くない。よくもねえけど、よくもねえけど、悪くもねえ。完全に手打ちだもんな。じっくり見ようよ。腰が回んねえよ。あれボール球だよ、こうちゃんは。初打者なんだから、じっくり見ようよ。もうたらればばっかりだよ。おいっしょ、今よかったよ。どこ出ないの。いや、出ない。どっかファーストかどっかやってる。向こうちゃん、キャッチャー行くの。あ、まあ、野田さんが。向こうちゃんが、ベンチ。守備方も入んないし。守備方に入んないし。ただ横下はサードじゃないの。サード。おい、ボール球だぞ、お前。横下サード系サードやって。あ、横下ファーストやる。加賀君サードの方がいいんじゃないですか。セカンドがいいな。加賀君ファーストの方がいいじゃん。あ、そうやったら名古屋さん戻してサード蹴るから。じゃあ俺センター入るよ。じゃあ外野で。アイスにする。結構もう何だって今見てなかったかと思った。そうだ、じゃあ誰かグローブ取りたいか。こいちゃんグローブ貸してくんね。あ、いいよいいよ。あ、そうだ。ボールのかきっていう音しかないし、師匠が帰ってきてるから三振がね。あるよ、あるよ、あるよ、あるある。ごめんごめん、本当のちょっとセカンドグループちっちゃいからセカンド。さあ守備交代ね。ファーストファースト名古屋さんがサード、野田さん、野田君がキャッチャー。あ、キャッチャー。あ、キャッチャー。あ、ヤバさんがキャッチャー。野田さんがレフトじゃない。野田君キャッチャー。違う。